5連敗中のホークスを救うべくチーム最年長和田が先発マウンドへ。1回、楽天島内を144キロのストレートで空振り三振。さらに2者連続三振を奪う抜群の立ち上がり。その後も力強いストレートを軸に楽天打線を圧倒。3回までパーフェクトに抑えます。すると打線はその裏、一軍昇格後即スタメン三森。相手のエラーで出塁すると、すかさず盗塁。その後二塁一塁とし、打席には近藤。低めの変化球を鮮やかに流し打ち、5試合ぶりに先制点を奪います。さらに続く4番柳田、レフトへの連続タイムリーで2人が生還。これで3対0。援護をもらった和田は4回、島内にソロホームランを浴びるなど2者連続ホームランで1点差とされます。連敗中5回を持たなかった先発投手陣、それでも和田は6回途中2失点と先発の役目をきっちり果たします。1点リードで迎えた7回、三塁一塁のチャンスで打席には7試合ヒットのない甲斐拓也。22打席ぶりのヒットは貴重な貴重な追加点となるタイムリー。リードを2点に広げると、8回からは勝利の方程式、最強セットアッパーモイネロ。先頭を3球三振。さらにこのミラクルキャッチも飛び出し三者凡退。そして9回、守護神オスナが10日ぶりにマウンドへ。リードを守り切ったホークス、今シーズン負けなし、本拠地で連敗ストップ。